阪神タイガース戦力外予想、板山雄太郎。岡田監督が就任し、秋キャンプで一目置かれた板山選手。岡田監督が提唱する前さばき理論を一番理解しているということで、一軍の春キャンプにも大抜擢。プロ8年目の板山選手は、2016年のデビュー年に25安打を放ったが、それがキャリアハイとなっている状況であり、目の色を変えて取り組んだが、残念ながら思うような結果は出なかった。開幕1軍も掴んだものの、17打数の1安打。しかし、開幕シリーズ第2戦で見せた板山選手の背面スライディングキャッチでチームを救った姿は忘れない。最後に、2軍で大きな花を咲かせ、1軍に舞い戻れ。阪神タイガース情報社。